いつでもおいでよ。休もう。レイ当たれ。ボス部屋か。このままボスに挑もう。はい、私もサポート頑張ります。強そうだよね。私たち勝てるかしら。大丈夫だよ。俺たちはこいつを倒してセブンに追いつくんだ。シークフリートね。シノ、
こいつも北欧神話の神をオマージュしている。ドイツの英雄叙情詩の主人公、北欧神話のシグルスと同じ起源、剣の腕に秀でているという伝説もある。まさにラストダンジョンの敵としてふさわしい。まだまだいけるわ。思ったより強いね。雪、大丈夫？え、いけない。下がって。元気が出てきたよ。あ、まずいわね。アスター、大丈夫なの？当たれ。
手はできるみたいだね。ユキ、いけない、下がって。残り体力に気をつけてください。これ使ってみよっと。当たれ。えっ、いいね。そうでなくちゃ。頑張って。あっ、当たれ。えっ、当たれ。これで当たれ。こっくらいまだ大丈夫。アッシュ、無理はしない。無理は禁物よ。敵の攻撃に注意してください。たちはこいつを倒して先に進んだのかな。おそらくパーティーごとに戦わなきゃダメな仕様なんだろう。別パーティーの俺たちが登場したからきっと復活したんだ。おいでよ。
よし、俺の出番だな。キーボーか。相変わらず見るたびに違う女の子を連れてるの。人目もはばからずにデートとは全く隅に置けないね。デート？この情報はあーちゃんにタダで提供してあげようかな。そういう誤解を招くようなことはやめてくれ。あ、それより一つ情報を買いたいんだが。何があったのか詳しく聞かせてもらおうか。はい、あのですね、ということなんです。そいつは死の呪いだな。使ってくる敵がまだ限られてるからな。あまり知られてはいないが、頭の上にカウントがついてゼロになったら死んでしまうというタチの悪い状態以上さ。そんなどうすれば解けるんだ。普通は町まで逃げ込めば自然と治るはずなんだが。でもカウントはついたままだぞ。そうだな、多分これは運営にとっても想定外な事態なんだろうさ。どういうことだ。本来死の呪いはプレイヤーにのみ有効な状態以上、テイムモンスターにかかってしまうことはないはずなんだ。そもそもテイムモンスターが命令もなく主人をかばうことはありえないからな。だがそのフェザーリドラはなぜかシステムでサポートされていない行動をとってしまった。なるほど、それら偶然が重なってある種ハマりの状態に陥ってしまったと。あくまで推測だがな。そんなの困ります。だってリナが死んじゃったら私。そうだな、俺たちプレイヤーは最悪死んでもデスペナルティだけで済むけど、ピナは町に戻る以外に呪いを解く方法はないのか。何かこう回復アイテムとか。そうだな、不確かな情報を話すのは俺っちのポリシーに反するんだが。あるのか。不確かでもいいです、教えてください。しょうがない、事情が事情だからな。お二人さん、黄金のリンゴクエについては知ってるか。どこかで聞いたことがあるような。女神イズンという NPC が管理している幻のリンゴだよ。イズンの悩みを聞き解決してやるとクエ報酬としてその黄金のリンゴがもらえるんだ。そのリンゴさえ食べれば呪いでも何でもありとあらゆる状態異常は感知するよ。本当か。ああ、ただ今のところテイムモンスターに食べさせた例はないから、本当にそのフェザーリドラに効くかどうかまでは保証できない。だから不確かな情報なんだ。いや、それでも助かるよ。礼には及ばないよ。その代わりどういう結果になったか後で教えてくれよな。あ、分かった。イズンの居場所はここさ。この場所にクエスト NPC がいるからそいつに話しかければいいぞ。よし、早速イズンのところに行ってみよう。
木の下に誰かが立ってますね。あの人がイズンさんですか？いや、あれはどう見ても男だろ。しかも老人みたいだが。立派なおひげを生やしたおじいさんですね。何かうめいてるぞ。イズン、イズンよ、早く帰ってきてくれ。なんだかすごく悲しそうですね。私、話しかけてみます。あの、私、シリカって言います。わしは歌の神、ブラギだ。ブラギさんって言うんですね。どうしたんですか？イズンが、愛する妻が、下の巨人セアチに連れ去られたのだ。え、誘拐ですか？どうか、どうかセアチの手から彼女を取り戻してはくれないだろうか。今はセアチの住処に囚われているはずなのだ。ああ、今頃どうしているだろうか。ひどい目にあってはいないだろうか。心配で心配で夜も眠れんのだ。なるほど、どうやら救出系のクエストみたいだな。キリトさん、早くイズンさんを助けに行きましょう。ああ、グズグズしている時間はないからな。ブラギさん、私たちがイズンさんを救い出してみせます。おお、ありがとう、ありがとう。それでイズンが囚われているセアチの住処っていうのはどこにあるんだ？ここじゃ、この遺跡にイズンが。遺跡系のダンジョンか。わかった、行ってみよう。大丈夫よピナ、絶対に死なせたりしないから。シリカ、クエスト頑張ろうな。はい。キリトさんの言葉は魔法みたいですね。魔法？声をかけてもらえるだけですっごく元気になれちゃうんですよ。そっか、シリカを元気づけられてるんならよかったよ。 SAO ではキリトさんに頼りっぱなしでしたから、今度は私がピナを守ってあげなきゃですね。ああ、俺もシリカを全力でサポートするからな。はい、ありがとうございます。よし、それじゃあセアチの住処に行ってみよう。ここがセアチの住処だな。この遺跡のどこかにイズンさんがいるんですよね。でもこれだけ広いと探すのが大変そうですね。そうだな、しかもどこかに囚われている可能性が高い。敵の動きに注意しながら探していこう。はい、よし、私も頑張りますよ。行くよ、ピナ。さすがですね。
ってな。だいぶ進んだけど、まだイズムは見つからないな。どこかに囚われているんでしょうけど、まだそれらしき場所はありませんね。急いでいるんだが、根気強く探すしかないか。キリタさん、あそこにいるのって。まあ、ただのモンスターじゃないみたいだな。お前がスヤチか。我が輩の住処に何の用だ。イズムさんを助けに来たんです。やっと手に入れた美しい女神をそうやすやすと手放すわけがなかろう。邪魔者は排除してくれる。余裕だぜ。これで決めてやる。セイッ。何の？セイッ。いられるわけには。キリトさん。これで決めてやる。
ここからが勝負だ。体勢を立て直しましょう。必ずや、イズンを再び我が手に。なんとか倒しましたね。なあ、散り際のセリフがちょっと気になるけど。キリトさん、先を急ぎましょう。助かったよ。連れ去られてこんなところに閉じ込められて、あの人はブラギは無事なのかしら。ブラギさんは木の下でイズンさんの帰りを待ってますよ。そう、よかった。あなたたちのおかげであの人の元に帰ることができるわ。はい、早くブラギさんの元に帰ってあげましょう。もうすぐブラギのもとへ帰ることができるのね。ツヤ地に囚われている間、神々に黄金のリンゴをあげることができなかったからみんな困っているはずよ。早くみんなに黄金のリンゴを渡してあげないと。これでイズンから黄金のリンゴをもらえばクエストクリアだな。シリカ、フィナのカウントは？なんとか間に合いそうです。このまま何事もなければ。うわ、なんかいきなり強風が。まだ何かあるのか。あれは姿を変えたスヤチだわ。こんなところまで追ってくるなんて、なんてしつこい男なのかしら。さっき倒したはずなのに。くそ、粘着質なやつだな。イズンよ、我が輩の元へ戻ってくるんだ。逃がさない、逃がさないぞ。いやよ、あなたのところになんて絶対に行かないわ。こんな強風じゃまともに飛ぶことができないぞ。奴の動きが鈍くなったぞ。ピナのために急いで倒しましょう。ああ。最後に回らないように気をつけないといけませんね。これで決めてやる。マナが切れたの。
クリア。に何かされなかったか心配をかけてしまったわね。私はこの通り大丈夫よ。妖精たち、助けてくれて本当にありがとう。ささやかなお礼としてこれを。イズンさんが木に近づいたら一斉にリンゴが実りました。さあ、好きなリンゴを持って行って。はい、ありがとうございます。すごい、これが黄金のリンゴ。金色に輝いてます。早速ピナに食べさせよう。消えた。これでもう大丈夫だな。よかった。キリトさん、本当にありがとうございました。ピナが助かったのはキリトさんのおかげです。そんなことないさ。シリカの勇気でスヤチを倒すことができたんだし。あの時シリカが一撃を入れなかったらクエストを失敗していたかもしれないぞ。
だか強くなったな。本音を言うと、SAO で初めて会った時は危なっかしくてほっとけないって思ってたんだ。それからこんなに頼もしくなるなんてな。あの時は本当にご迷惑をおかけしました。ああ、いやいや、俺が勝手にやったことだから気にする必要はないよ。キリトさん、あの時は私が妹さんに似てるからって助けてくれたんですよね。ああ、そういえばそうだったな。よく覚えてるな、そんなこと。当たり前ですよ。キリトさんとの大切な思い出ですから。そっか、そんな風に思ってくれてたんだな。あの時シリカを救えてよかった。はい、キリトさんが来てくれなかったら今ここに私はいませんからね。だからこれからはキリトさんの力になれるように頑張ります。もう力になってるさ。え？戦闘力の面でもそうだけど、何よりシリカがいるとすごく楽しいし元気になるんだ。キリトさん。シリカ、いきなりどうしたんだ。言葉だけでは感謝の気持ちを伝えきれないので行動で示してみました。本当はこれでも足りないくらいですけどね。そうなのか。キリトさん、スバルト・アール・ブヘイムの攻略も頑張っていきましょうね。ああ、うん、よろしくな、シリカ。はい、こちらこそよろしくお願いします。もちろんピナもな。ですね。私もっと強くなりたいです。キリトさんに頼ってもらえるくらい。それでキリトさんの隣に自信を持って並べるようになりたい。その時はキリトさんに私の気持ちを伝えられるといいな。お買い上げありがとう。毎度あり、毎度あり。お買い上げありがとう。次の来店を待ってるよ。
はどうしたの？よーし、始めるわよ。はい、強くなったわよ。よーし、始めるわよ。いい出来事。他にやりたいことはある？また来てね。何か買うのか？他には何かあるか？用事があったら寄れよな。もしかしたらここがこのダンジョンの終着点かもしれないな。やっぱり感じるのね、他とは違う雰囲気を。ここはさっきのジークフリートよりももっとヤバい感じがする。どうする？このまま戦いに行く？やっとここまで来たんだ。このままボスに挑もう。わかった、みんなでボスを倒そう。キリト君にレイン。君だけか？他のシャムロックはどうした？みんなもうやられちゃったよ。本当に強かったの。でも私がたった今倒したから、ここのラスボスを。え？なんだって？スバルト・アールブヘイムの最深部にいる闇の神を私がたった一人で倒したの。お前のスキルレベルじゃ到底勝てないだろ。一体どういうことだ？キリト君、前に言ってなかったかしら、このエリア限定の OSS の引き継ぎ方があるって。それは元の使い手が使えなくなっちゃう代わりに、引き継いだ相手はそのスキルの熟練度も引き継げるというパターンなの。じゃあクラスタやシャムロックが自分の OSS を一斉にセブンに引き渡しているの？そうよ。君に敗れた後
スメラギ君もこのスキルを私に引き継いだんだよ。そうか、シャムロックやクラスタが持つその羽飾り、それはスバルトエリア限定のレアアイテム。映像や音声の通信手段として使えると同時に。そう、スバルトエリア内限定で離れた場所にいるプレイヤーにでも OSS を引き継がせることができるの。そして今まさに私は倒れたみんなの力を集め、ラスボスに一人立ち向かい倒したわけ。今頃この羽飾りを通じて ALO 各所に伝わっているはずね。壮大な実験、題してラグナロクパストラルとでも名付けようかな。ラグナロク、北欧神話の神々の黄昏か。神々の時代よ、キリト君。私の実験の成功はネットワーク社会の新たなる一歩になるの。セブン、君ってやつはいくらシステムで許されていたって多くのプレイヤーたちのゲーム体験を、経験値を摘み取ったんだぞ。スキルを向上させるためにそれぞれ努力してきた血と汗と時間が君の実験のために無駄になったんだ。その責任の重さを理解してるのか？キリト君、やだな、熱くなっちゃって。私は一度も強要してない、間違ったことは言ってない、みんな賛同してくれただけ。私もその思いに応えるために実験を成功させてみせる。この素晴らしさが君にはわからないのかな。今頃スメラギ君がデータを取ってくれているはず。いい結果が出ればいいな。セブン、あんた何を勘違いしてるの？レイン、あなたは何の権限で私の頬を引っ叩くのかな。あんたのそのクソ生意気な笑みを見てられなくなったからよ。おいレイン、キリト君は黙ってて。確かにあんたの実験は交渉かもしれない、それで新しい技術が生まれるかもしれない。でもあんた仮にもアイドルをやってるんでしょ。夢を与えるのがアイドルの務めなのに、みんなの楽しみを奪ってどうすんのよ。私はみんなの期待に応え、みんなはその見返りをくれた。これは互いに利益を分け合う純粋な交渉よ。みんな幸せなんだからいいじゃない。みんながチヤホヤするのはあんたに惚れ込んでるからでしょ。でも私はちゃんとリアルのことも明かしてる。その上でみんなは突き従ってくれてる。こんな清廉潔白な行いの結果をそんな風に言わないでほしいわ。じゃあはっきりと実験のためだったって言いなさいよ。それはそれにね、私たちはここでゲームをしに来てるの。博士ならないけど、よくわからない実験に利用されるのはもうごめんなのよ。キリト君も私も私たちに用意された大事な遊び場をあんたの妙な欲望で汚さないで。ゲーム、別にあなたの理屈を全部否定する気はない。でも私は止まるつもりはないよ。そうか、じゃあ俺たちはラスボスをたった一人で倒しちまった君を倒して、そのラグナロクとやらを失敗させてやるさ。強力な OSS を無数に持つ私に勝てると
と思うの？そういう相手の方がむしろ燃えるさ。俺たちのラスボスにふさわしいぜ。そう、キリト君、行くよ。レイヤーが少しずつ増えている。